はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回は PS1 ソフトチョロ Q1 ですね、やっていきたいなと思います。バージョンは 1.02、これはちょっとバグが直ってるバージョンかな。はい、まあとりあえずはグランプリを目指すで、初めから。いやチョロ Q ね、正直2の方からやろうと思っていたんですけど、あの3をやっている時に、1の方からやった方がいいですよっていうアドバイスもあったんで、今回は、1の方からやっていきたいなと思います。でね、この1っていうのが、僕の中ではこのプレステのチョロ Q だと、1、2、3とあるんですけど、一番難しいイメージがありますね。あんまりやったこともないし、ちょっと不安に感じてるんですけど、頑張っていきましょう。で最初の車、これがいいかな。でも、こっちでいいか。最初は弱いし。名前か。名前何にしようかな。じゃあ名前は1番で。でもこれで遅かったら恥ずかしいな。お、なんだ。え、あれ、ワールドグランプリ行けないのか。なるほど。あ、パーツショップそこあんな。あれ、これってあれないの。あれ、街ないの。なんだ、謎の店最初から最初から謎の店あるぞ。買い取り、あ、そうなんだ。セーブ、あー、なるほどね。ちょっとセーブしたくないんだけど。え、フリじゃん。じゃあ、これ間違いの、ワンって。初級サーキットって書いてくれてんな。マジで。え、パーツとか、これで決められるのか。まあ、最初は普通のパーツですね。ちょっと不安だな。間違いのか。マジか。何これ。色もちょっと、もうちょっと色つけてほしいな、これ。なんか買う気しないよ、このボディショップで。じゃあ、初級サーキットって書いてくれてるんで、これから行きましょうか。100か。コースセレクトって戻るってこと？あ、そうか。じゃあ、スタートで。さあ、どうかな？とりあえずはオートマだから、楽に。でも、やっぱ最高速度がある程度乗らないと、きついな。お、気球がある。どうなんだ？当たらないようにしよう、できるだけ。くっそ、無理だよな。あ、でもそんなオフロード走っても、減速しないから、大丈夫かな。マット早いな、マット、やっぱ。多分1位の、お、なんだ？あ、近道あんのか。微妙な近道が。で、おー、まあまあ。あ、でもこれ1位無理じゃないか。この差ってどうなんだ。まあ最初としてはまずまずの走りができていますね。ただ差が縮まらないんで、やっぱり強い。2位のやつギリギリ抜かせるぐらいかな。ここで。こっちだな。こっちだな。あ、狭いのか。ショートカットだけちょっと狭いと。よし。ただ、やつが早いな、ほんと。マットが早いな。マット早いわ、これ。マットなのかも分かってないんだけど。ちょっと近づけてないんでね。全然無理だ。全然追いつかない。離されてるぐらいかもしれないな。こんだけ頑張ってるんだけど。50とかいらねえぞ。タイムはちょっと悪いか。いや、早かったですね、マット。1位のやつが。多分マット、あ、80か。あ、マジで。え、パーツショップで売ってんの？あ、売ってんな。あ、マジか。結構高いな。あ、まず、ミッション、エンジンかミッションだよな。タイヤもあるけど。とにかく金貯めていけってことか。やっぱちょっとワンは難しいかもな。トンネルショート。オンロード。300か。あ、高原の方はオフロードなんで、トンネルで稼いでいく感じかな。お、最初からトンネル？あ、全然記憶にないや。こんなコースあったっけ？やっぱワンってほとんど、なんだ？なんか左になんかいるぞ。あ、そして長いな。一気に長くなるな。おお、トンネルだな。ずっとトンネルか？
そんなコースあるか。よし、おー新鮮だな。まあぶつかりながら、これだけ狭いと当たりますよね。多分ぶつからないとボーナス。うわすっ、あなんだなんだ、あマジでみんなぶつかってる。大渋滞だマジか。あここ結構カックンカックンしてるかもな。やばいやばい、ブレーキ使っていく感じか。こいつらが減速してたらちょっと危ないなと思わないと。ここはまだ緩い。次ですね、ここはどうなってんのか。まあギリかな、アクセル抜いていけば。ただ上位陣とはかなり差がついてしまった。あ早い早い、早くて怖い。どうだ、ちょっと早いな、怖いな。これだけ狭いとまずい。空中の時は制御できないから。あー2位も早いな、これ金稼げるかな、なんかいるな。ここだな、あそこのすごいカーブをブレーキかけて曲がっていかないと。どこだどこだ、それちょっと記憶しとかないとダメだぞ。ちょっと速くなってくると、まあもうここら辺から抜いといた方がいいな。あダメか、マジか、ここ難しい。ステアが欲しいな、ステアが。くそ3位争いだこれは。こいつがライバル、屈辱の3位争い。何キロぐらいであそこは曲がればいいんだろう。いやーちょっとスピード落ちたらもう離されるもんな。まずい、行き過ぎた行き過ぎた。まあ4位は取れるけど、4位だったらお金入ってこないんじゃないかな。まずいな、思ったより難しい。やっぱワンは難しいかもな。ただ今までの経験でなんとかしていきたい。直線はまあいいんですけど、やっぱあのカーブをどう曲がるかだな。めっちゃ遅い、最初でスタートダッシュ決めてるはずなのに2周目は5秒も遅い。やっぱ慎重にある程度いかないとな、減速したらもうダメだから。ここら辺から何キロかわからないんだよな、40キロぐらい。ああ40ぐらいですね、多分今50キロぐらいあったんで、それぐらいか。でもステアリングが欲しいな、やっぱりそれじゃないと上位とは争えないかも。うん、ちょっと後ろに突き上げられても来てる。ショートコースでちょっとお金貯めるか。オフロードも欲しいんだよな、オフのコースも走りたいし。結構お金貯めないとダメなのかな、ワンは。うん、今のところもスピードが乗ってるとちょっと難しいな。さあ飛んで飛んで、あーしかも長いしな、このコースあんまり効率よくない、まあ、タイムはちょっと戻したんですけど、1周目が一番早かったですね。いやチャレンジしない。ゼロか今ので、今のでゼロ、きついなマジで。パーツショップで買えるものもないしな、高いな。ミッション、とにかくまずステアリング買うか。でもミッションとか買った方がいいかな。まあそこら辺考えながらちょっと初級コースでお金貯めます。はい、そしてお金を貯めまして、ステアリングのスーパークイックと、あとミッションのこのマニュアルの5ですね、ノーマルと、あとエンジンのプラス1を買いました。で今もエンジンつけて、ちょっとかな、スピードがちょっと、スピードと加速が、あ加速はかなり伸びてますね、エンジンプラス1で。ノーマルステアもかなりハンドリングが良くなってます。でマニュアルの方も伸びてますね。はい、じゃあこの装備で、よくよく考えたら今履いてるタイヤがオールラウンドなんで、この高原ショートコースもいけるかなと思って、まずはこれいきましょうか。これでお金貯めた方が良かったのかも。お、なんか鈍いな音が。さあどうだろう。まあできるだけギアはマニュアルでいきたいかな。よし、どうかな。結構楽勝かもここ。あ長いな、でもなんか。あまずいまずい、
こら辺のギアを気をつけていかないと。マニュアルは、さあまあスピードに乗ってこれば。あとね、この1位のやつって最初の方にマッドスペシャルマッドスペシャルって言ってたと思うんですけど、全然違いますねこれ全然違った。まあさすがにチョロキュー1と3では違うか。さあそんなに難しいコースでもないな。お金稼げるかも。さあマニュアルは、ギアは4、5ちょっとここら辺はならないとやっぱりダメですね。あんまり良くない今のところ。あ、ここいいな。あ、楽勝っぽい。ちょっと強くなりすぎたかな、早くも。まあでもそこまで今あるパーツの中ではちょっと強化したぐらいなんですけど、もう結構引き離してますね。まあこのコース自体もそんなに難しいコースではないかな。さっきに走ってたあのトンネルコースの方が断然難しいなと。うん、だ気持ちのいいコースだな。なんだろう、3とかより全然コースがいい感じがする。 BGM もいいしな。ただちょっと運転も悪くなってきたけど、まずいまずい、やばいこれ、まずいぞ、ちょっと混乱してるあ、全然大丈夫だ。大混乱したんですけど、まあ主張してるみたいなんで、あとはじゃあ確実に走っていけばいいかな。あとはレコード出たか。このぶつからない場合に3とかだったらボーナス入るんですけど、1は入りませんね。さっきね頑張ってぶつからずにゴールしたんですけど、お金もらえなかったんで。確かにぶつかった回数も表示されてないもんな。あ、ちょっとここ危ないな。うん、やっぱスピード落ちるとちょっと加速に時間かかりますね。エンジンよくはしたとはいえ、やっぱり時間がかかると。うん、まあ大丈夫かな。差もありますね。さあここで、ここはどうだったっけ。ちょっとギアの切り替えが気になって、あんまりレースに集中できないね。やっぱりここは慣れていかないと。おお、300大きい。なんか淡白なんだよな。おお、スピード変えるけどちょっと貯めとくか。タイヤも欲しいしな。うん、レーシングとか買ったら相当違うと思う。じゃあトンネル行きましょうか。次は、あ、でもブレーキ買っていった方がいい。あ、ブレーキないんだ。あー、マジか。じゃあこれでいきましょう。さっきの感じからすると普通に勝てる感じですけど、まあ1もいいんでね。2回目は4位からのスタート。さあギアを4から5にしていきましょう。まあ、ギア操作できた方があのカーブでもいいんじゃないかな。うん、まあ性能は問題ないですね。まずいまずい。あー、そうかそっか、ここあの曲がり方があんな。うん、まああれだけロスしても今の状態なんで普通に勝てるかな、普通に走れれば。さあ、うわ危ないここら辺はステアリングが効いてる。ステアリングがだいぶ向上したんで、まあちょっと強引ですけど大丈夫かな。あ、でもこいつはやっぱ油断できないな。うん、今の感じだといいんだけど。さあ追い抜いて、ここも気をつけて当たらないように。ジャンプがでかい気がするな。直線は引き離すでしょう。そうでもないか。一応レコードは出た。やっぱあのカーブだな。あのカーブちょっと練習したらうまく曲がれる気がするんだけど、ちょっと今はできないからここか、ここ曲がってちょっと落とし気味に。あー、でも120でも結構曲がれたな。やっぱりステアリングの効果相当ありますね。楽勝かな。だったらあとはぶつからないように意識して、差がかなりつきましたね。敵もあのカーブは苦しいはずなんで、まあ、ここはギアを切り替えていきましょう。よし、さあ、うん、よし、さあ曲がって曲がってジャンプ、なんとかこれで、よしよしよし、かなり速くなったんじゃないか。おお、6秒の短縮を
小数点のところ合いましたね。珍しい。同じ 0.7 秒3ずつと。さあ、ここら辺だったかな。ここら辺じゃあ100キロぐらい。まだか、まだか、まだか。長い。ちょっと思ったより長い。あ、100キロぐらいかな。あ、ちょっと待って。めっちゃ遅くしすぎた。さあ、またギア上げていこう。ちょっと今回遅いかもな。あのカーブをきれいに曲がろうとしすぎて。なんだなんだ、何これ、これ大丈夫、何これ、なんで、なんだ、何これ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 、ちょっと今やめてほしい。これなくても勝てるから、これなくても勝てるから。マジか、こんなのあんのか。なんか思わぬ偶然で隠しコース見つけたんだけど、今はやめてほしかったな今はやめてほしかったわ。怖かった。一瞬バグかと思ったもんな。しかも一番遅いしまあよかったか。おお、300金貯まりましたね。はい、ということで今回始めたチョロ Q なんですけど、おお、また出てきたな、森と泉のコースで。中級はないのかとりあえずこの初級高原とトンネルコースは制覇できたんで、はい、まあ良かったかなと思います。まあそんなにパーツも強くなってないんですけど、全然十分でしたね。で次回はね、またもう一気に上級になって、で森と泉を走っていって、これは走りやすそうだけどな。はい、頑張っていきたいなと思うんで、次回もお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、全てが気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。